花見チャンネルの花と花ちゃんです。ということで今回はマタニティ購入品のご紹介をしていきたいと思います。最近外出自粛要請もやっと解除されたということで、うん、赤ちゃん本舗の方とか初めて行ったんですけども、うん、そこで買ってきたものとかご紹介していこうと思います、はい、それでは早速やっていきましょう。レッツラゴー。お赤ちゃん本舗は初めて行ってきて、店員さんに出産前のいるもののリストとかそういうパンフレットありますかっていう風に聞いたら、すごいね親切にね、これ袋でもらったんですけど、めっちゃ丁寧にこれがいいですよとか、そうそう、なんかこういうのを買いましょうっていうガイドブックとかをもらいました。これがガイドブックで、このパンフレットを見ながら店舗を回りました、うん、サンプルとか入ってた。ほんまや、これが履いてみよっか。やめて、もったいない。なんだよ、履き心地どうかって赤ちゃんのために。もったいないよ。実験実験。今回はまだ出産間近でもないので、うん、マタニティ用品をメインで買いました、ね、うん、あんまり買いすぎてもあとあとやっぱりいらんかったってなるのももったいないけ、そう、まだ分からなくて本当に何がいるのか、うん、今の段階でとりあえず絶対必要だろっていうものを、うん、買ってきました。買ってきました。じゃあ赤ちゃん本舗で購入したものいきます、うん、はい、どれからいこうか。どれからいこう。大物は最後にしよう。 OK。 これはこのパンフレットに載ってた入院準備用品の中に入ってた、じゃん、哺乳パッドです。なんかインスタグラムでもね、買っといた方がいいものありますかっていうの質問してみたんですけど、哺乳パッドは絶対いるって書いてあったし、これにも載ってたから買いました。でいろんな種類あったんだけど、携帯でサクッと調べたら Amazon の1位がこれだったからこれにしました。 Amazon ランキング1位はなんか妙な説得感があるよね。ある。じゃあ次、次も入院準備用品なんだけど、じゃん、お産用パッド。お、またパッド。これは SML あって、このサイズももう腰回りでかいし、自分発水時から出産当日は L サイズって書いてあったんで、うん、発水した時にあったらいいなと思って。うん、絶対いるもの。うん、だからこれはさ、うちがさ、もしさ出産で病院行ってる時に亡くなったりしたら買ってきてもらう。あ、そうじゃない、一番優しいっていう名前で覚えておく。あ、本当に、ね、どっちも一番優しい、同じシリーズだ、うん、男性の皆さん、これが Amazon ランキング1位らしいんで。こっちがね、うん、で他にもなんか、うん、入院バッグとかの中に入れる必要なものあると思うんですけど、ちょっとまだ現実味がなくて分からなさすぎたので、うんうん、とりあえずもうこれだけにしました、うん。じゃあ次は赤ちゃん本舗最後なんだけど、すごいよ。せーの、じゃーん、抱き枕です。抱き枕にもなるし、いろんなことに使えるマルチクッション。お腹が大きくなってきたら仰向けで寝るのがしんどかったり、うん、なんか影響あるみたいな感じで、うん、横向きでね、シムスの体位っていうらしいんだけど、うん、そういう時にこう足にこうクッションを挟んだら楽ですよっていうのがあるんだけど、うん、それだけじゃなくて出産後にね、授乳クッションとしても使えるし、お座りサポートもしてくれるの、赤ちゃんも、うん、だから他の抱き枕だけとか授乳クッションだけっていうやつよりかはやっぱり値段はちょっとだけ上がっちゃうやつだったんだけど、便利かなと思って、うん、これにした。その分いろいろ使えるってことはずっと使えるけ、うん、いいよね。赤ちゃんが何歳までの間じゃなくて、これだったら抱き枕としても使えるんだったら、うん、タムちゃんちょうど抱き枕持ってなくて、そうそうそう、俺の抱き枕最近ずっと使いよったけ。そう、ゆたさんはね、自分のね抱き枕ずっと昔からね、うん、愛用してるやつがあって、うん、ちょっと借りていいって言ってずっと借りとったんよ。結局持ってなかったけ、これがいいあれになったよね。ちょうどそれにもずっと使えるっていう意味で、うん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 、このパッケージで見たら結構濃いブラウンだから、なんか色好きじゃないなって思ったんだけど、実物はね結構薄い色で、じゃん、ほら、まあまあいい色ですよ。ちょっと茶色なんだけど白っぽい茶色、濃くない、なんかめっちゃうちいいって感じじゃなくて、うん。気に入った色ではなかったんだけど、うん、お金ね、ネットで見ててもそんなにね、なんか これ可愛いのってあんまないからさ、うんうん、もうこれでいいやと思って。よいしょ、わーお。で、これ肌触り超いいよ。あ、いいね。これは多分お座りサポートのいるやつ。はいはいはい、こうもできるし、ここでボタンでこうやって入れるってことで、あ、ごめんね。はい、こうやって抱き枕としてこうやって足挟んでね、うん、いいね。しかもカーブだからいいんだね。いいじゃん。果物で例えるならバナナみたいな形してます。
こうやってこれは赤ちゃんだとしたらこうやって赤ちゃん置いて、うん、ああ授乳クッションとしてそういうことか。ちょっと俺も練習しとって授乳するときは授乳するの、うん、こうやってここら辺にストローを通しておくけ後ろからの偽物の前用にしてこうあげると、うん、ああいいねいいね OKOK。 あでもなんかホルモン出るかもね、ゆうたさんにこのなんか上げてるの錯覚して、ああ本当に出るかもしれんね出るかもしれん、気に入った本当、うん、でも本当ね今日から使えるけいいね抱き枕として。そうそうそう、そんなに妊娠したからってすぐ必要なものがよく分かんなくてなくて、まあ妊娠線気になるからクリーム買ったりとかはしてたんだけど、うん、こういうの一切買ってなかったから嬉しい。ああよかったね、うん、いいねこれ、うん、気に入った気に入った、よしよし。で一応このカバーは外せるから洗えますね、うん、赤ちゃんを乗せると、うん、よだれとか、よだれとかこぼしたりとかあるし、洗えるのはいい、ね、赤ちゃんじゃなくてもうちのよだれがつくかもしれない、抱き枕にするなら、ね、ちょ今晩は俺に貸してや、ダメだよ、待ってよ初使いを私が、いや俺があの使って安全かどうか確かめる安全でしょ、いや分からん、ちょっとトゲが出てくるかもしれないどっかから赤ちゃん本舗は以上です、うん、で、あの赤ちゃん本舗では買ってないんだけど、私はね母が買って送ってきてくれたやつ、そろそろ使いたいなって思ってるやつがこちらの骨盤ベルトです。でこれなんか最近お腹が大きくなってきて腰が痛い時とかにすごいいいらしいし、産後でも使えるやつらしいから骨盤ゆるゆるになるらしいのね。あーなんからしいね。だからそれをギュッてちゃんと固定させてあげるのがいいらしくて、うん、私はこれを使いたいと思ってます、ね、はい、次はじゃーん、ユニクロにも行ってきました。ユニクロはいいよ本当に、まあ、私のただの下着なんだけど、うん、じゃん、エアリズムウルトラシームレスショーツ買いました。これ一着私持ってて、うん、めっちゃも楽で、うん、こういうスカタイトのスカートとか履いた時とかラインが見えないというか、うん、それがすごいいいと思って使ってたんだけど、何より、ね、楽なのだから買い足しました。いつも M サイズ買うんだけど腰回りとかお腹回りちょっともう大きくなってきたから L にしてみました。これ逆にあの通気性とかもいいんじゃないかな、エアリズムだけ。そうね、うん、今から夏で汗かくから、ね、なんか妊婦さんって肌が弱くなったりとかする、うん、かぶれやすくなったりするらしいんだけど、だ、ね、汗かいてもエアリズムだからこれいいかもしれない、ね、でこれセットじゃないんだけどセットアップ風な感じで、ピンクの方がこういうタイプのワイヤレスブラ、何にもワイヤーが入ってない楽につけれるブラジャーで、もう一個の方がこれシンプルですね、楽だと思います。最近自分の下着がすごい締め付けられてきつかったからこういう下着が欲しくてユニクロ行きました。以上か、マタニティ関連、マタニティ関連はこれだけです、うん、買ったものがワッフルルームシューズでございます。スリッパなんですけども、ユニクロのスリッパ1年ぐらい前にも購入したことあるんだけど、うん、安くて履き心地がいいんですよ。990円だし、そうそう、モコモコのスリッパだったんで今まで、うんうん、ちょっと衣替えでこちら買いました。そう、夏用にねつま先が出てるやつ、うん、一応滑り止めっぽい感じで、あんまり滑らんぽいけ、これがねちょっと強そうなのを選んだ。そうそう、ハムちゃんが滑ったらね危ないけどね、特に今、うん、はい、ということで今回はマタニティグッズのご紹介でした。もっと買いに行くときはもっとなんかいろいろ買うもんあるかなと思ったんですけども、うん、意外とやっぱり迷ったりして結局買わないものが多かったりとか、うん、あとなんだろう、意外といろいろいるように思えて現段階では少なくて大丈夫っていう感じだったよね、うん、まあ子供ができて、まあ、俺もかなりウキウキでいろいろ買おうと思えたけども、多分俺これ買っとったら本当にいらんもんとか買う羽目になっとったけ、本当に必要なものを見極めながら買っていくことがいいんじゃないかなっていうふうに思いました。出産の時期が近づいてきたら、うん、入院バッグのグッズの中とか陣痛バッグとかの中身とかを揃え出してから動画を撮りたいなっていうふうに思ってます。はい、じゃあということで今回この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。